こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、今ですね、第14節になりましたね。4位キャピタル東京です。やっぱりこれ強豪ですからね。ちなみに前回の対戦ではどうだったかというと、確かこれ逆転負けだったっけな、2対1で負けてますね。まあ去年1位のチームですからね、これはちょっと厳しい。捨てゲームでもいいかもしれないって思います。どうしよう。タイマーミラージオとやりますか。疲労化で、クライスがちょっと疲れてますね。ヤンを。ミオの代わり起用、サチコ、ナナコを代わり起用、サイをサツキの代わり起用かな。ヒアリーとサイを入れ替えてみるか。クライスがちょっと疲れてますからね。学びもいいですね。彩香は代わり起用しよう。ジャネットもカナの代わり起用ということで、これでいってみますかね。そろそろですね、フォワード陣に点を取ってほしいですね。まあ、なかなか上位との差ってくるみなどと差は高いんで、そろそろ結果出してほしいなと思います。ファールか。あ、おっと、抜かれてしまった。疲労か、横飛び。まあ課題をいただけるのがすごいありがたいです。さあ、追いつけ。ヒラリー惜しい。正面だ。うまい、これはうまい。さあっとチャンスだ、エリカ。いった。うまいパス。そしてエリカが決めました。まあ、スーパープレートはいかないですよね。うまい、ヤン。あー、やっぱり捉えてしまってピンチを招く。うまい。さあ、ユーナに渡ったぞ。ヒラリー。窓か、もう疲れてますね。早いな。左右に変えましょう。あーっと、ここですよ。ここで捉えちゃいけないんですよね。もたい抜け合えた。これをしっかりキープしていくことが大事です。
守りの方が大事ですからね。1点が重い。サッカーは基本的に。さあ、ラストチャンス。抜けた。試合終了ですね。やはり自力の方は富山ミラージオの方が上だと思います。さあ前半19分、これがうまかった。前半っていうか前半関係ないか、裏をちょっと左に行ってシュートしたとこ見事ですよね。生田が直接プレッシャーかけたのはやっぱり効いてますよね。ただ何度も1対1になっちゃうんですよね。よく防いだなと思う。これも、もたい抜けられた。これが一番のピンチだったかな。最後ですね、終了直前、ヤンが上げたんですが、これは、決まらなかった。シュート数を断然上ですからね、相手の方が。力差はあるってことですよね。高いよな。女子選手はいませんでした。さあ、これで試合を行いたいと思います。やっぱり強いですね。さあ、スタメンをどうするか。緑をエリカに変えましょう。この辺りかな。さあ試合開始。ホームですね。使用率はやや上回っております。引き分けも 36% ありますね。いきなりファールです。さあ焦らないでほしい。しっかり陣形を固めてほしい。危ない。あ、外出しちゃいましたね。もったいない。こういうとこですよね。しっかりキープしておくことが大事だと思います。さーっとパスしなかった、通らなかった。ワイズマン気をつけろ。さあもうゴール前だ。オフサイドです。
ファールですね、これは。サンジャネット、いいカーブだったんですが、高さへ届きませんでした。おっと、エリカ入った先取点、エリカやりました。練習試合の効果効いてるんですかね。マドカから7個、そしてエリカへ。前出たり後ろに出たりしてますよね。さあゴービス危ないぞこれ。あーっとこぼしてしまった。ちょっと不用意ですよね。動けない、何やってんだろう。懲罰交代させてもいいかもな、ジャネット。これあっさり取られました。みゆきナイス。さあもうゴール前、これはファールです。おっとこれはイエローカードですね。さあくるみが蹴ります。直接シュート、わー取って欲しかったが届かなかった。ゴメス一気に、あーっと入ってしまった。勝ち越しを許しました。さあと外に行ってしまう、来ました。これで前半終了ですね。早くも交代させましょう。さよかな、さつきかな、クラリスが良さそうですね。さあ後半です。なあこ抜けたーっと、ずーっとがつい壁、逆にこぼさないで きっちりキャッチしてほしい。あーこれは抜けそう。さあワイズマン、ここは気をつけないと。さあいいパス、それが幸子に通ったかに思われましたが、ひな形、おっと、おポストに跳ねられました。イゴルイ捕らえた。おー危ない、開封、せめて同点ですね。幸子センタリングと、エリカ焦るだけだったが
そこに国分が待っていた。この国分やっぱり怖いですよね。自分で上がっていきます。シュートまで打つつもりだ。さあ、今度もやばい。おー、萌えが救います。あと一人ですね、交代枠。どうしよう、さつきかな。さよを、幸子と変えましょう。ファールですね、これは。おー、イエローカードをみゆきは食らってしまいました。さあここは守ってほしいが、誰が取りに行く。くるみが、コーベスに抜けられた。今は取ってたすごいチャンスだったんですがね、と思ったくるみが取った。さあ最後のチャンスに見えるでしょう。これはちょっと届かないか。届かないね。さあナーコ、くるみ、セシルを横飛び、試合終了です。さあ、こんな感じで、先制したのはクラワーカリバーズだったんですよね。このエリカ、ヘッドで合わせて。ナーコからエリカ。その5分後です。コーベスが中へ行って、キーパー弾いてしまいました。そこをイゴールがもう反応しました。くるみの強烈ロングシュート。さて、前半終了直前ですね。これが決勝点となりました。国分が上がっていて、ゴーベスから、イゴール、一瞬の早技で、これは対応できない感じですね。その前で防がないと。さあ、ナーコは抜けたんですが、ちょっと壁は厚い。イゴールが。さあ、キャピタル東京のチャンスが、ついつい続きます。これですよ。これはもうやられたかと思いました。クロスバイ助けられました。開封もなかなか打ちから。国分がもう自分で上がっていくんですね。これ本当にすごい。もう国分欲しいですよ。くるみ、残念ながらセシルが横飛びで防がれてしまいました。シュートの数も、ボール支配率も、下回ってますね。課題もたくさんいただきました。ご覧の通りです。さて。残念ながら今回は負けてしまいました。これね、6位ですね。得失点差がマイナス1ですか。5割ですね。そしてシリーズ 100% は変わらず愛し続けてきてくれます。お、そのイゴールが移籍選手リストに出されている。女選手はいませんでした。はい、というわけで次回は、12位ですか、浅草サンダーボルト。昨年7位だったんで大きく落ちてますよね。能力としては決して低くないんですよ。 S がついてる選手たくさんいますからね。ちょっとこの腑に落ちない感じですよね。まあ、勝てたらいいなと思います。いや、勝っておきたいですね。はい。
はい、というわけで、以上カルチョビットアをお送りいたしました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。以上、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。